今日は日本最大級を貸し切りでお届けします。こんにちは、ももかです。はい、ということで今回はみなとみらい東急スクエアに3月19日にグランドオープンするアズールバイマウジーさんに来ております。見てください、なんと今回プレオープンのためご招待のお客様のみということで、私ももか貸し切りで撮影させていただいております。じゃとりあえず中に入ってみましょう。めっちゃ広くない？この奥行き感がすごいの。やばくないですか、この広さ。なんとこちらの店舗、首都圏最大の売り場面積となっております。なんと139坪。あ、坪って言われてもピンときませんよね。なんとこちらのお店278畳でございます。まあ皆さんご存知だと思うんですけども、まあ渋谷109の人気ブランドマウジーの姉妹ブランドでございます。ということで本日こちらの貸し切りでやる企画はご予算別コーデ紹介ということで、今回せっかくこんな機会なのでちょっとねパパにお願いして予算をいつもよりちょっと多めに出してもらいます。まあでもタダでは出さないとのことなので、まあ、今回ちょっとね私ももかが最近使っているアプリ、あのルーレットアプリを使ってちょっとご予算を決めたいと思います。というわけで今回はこんな感じで1万円2万円3万円とルーレットでちょっと金額を決めたいと思います。まあ、私的にはもちろん3万円が出てくれたら嬉しいなって感じですね。では行きます、一発勝負。せーの、音が出ない、スクショしちゃった。3万3万。おお、2万ですね。まあ1万円よりは全然いいし、まあちょっといつもよりは豪華なのでちょっと楽しく選んでみます。ということで本日はですね、ももかが選んだ2万円分のコーデをね紹介しちゃいたいと思います。それでは行ってみも、もいも初めてかな、行ってみよう、何行ってみも。めっちゃ可愛い、大人っぽいね、アイテムがいっぱいで、このちなみにオレンジの札は優しいゾーンだそうです。私的にこれ候補ですね。めっちゃ可愛くない？このネックレス超可愛いんだけど。あ、これ知ってる、これこれクッションめちゃめちゃ新作のやつですよ。めっちゃ可愛い、ほらアズールの素材がいいね、気持ちいい。なんかこのジーンズコーナー的なのがありますね、可愛い色が、うん、ガラスブロック、かわいい、これ超かわいい。これめっちゃかわいくないですか、このスカート。なんか最近こういう柄も流行ってますよね、かわいい。これ緩い感じの最近好き。このバッグもめちゃめちゃ可愛い、これ超可愛い、これ可愛い。しかもねちっちゃいサイズと大きめのサイズがあります、超いいじゃん、可愛い。これめっちゃ可愛いですね、これ可愛いですよね、はい、こちらがあのシースルーになっててちょっと透け感があるので、うん、あの着ていただくと透けるので可愛いですよ。確かに、はい、可愛い、可愛いですよね長めのトップスとかに合わせていただくと、うんうんうん、はい、より引き立つので可愛いです。ありがとうございます。はい、アズールさん、メンズは可愛いんだよね、超可愛い、色かわいよ、かわいよ、この色。あ、見て、チートス、ドリトス、
お姉さん、ちなみに何かおすすめの商品とかってありますか？おすすめですか？はい、おすすめはですね、今私が着てるこのトレンチコートがかわいい、おすすめでして、こちらにあるんですけど、今年流行りのゆったりめの丈の長めのトレンチコートになってますね。確かに、あ、かわいい。買ってみますか？じゃあぜひ。はい、どうち初めて来たかも、こういうの。かわいい。どうですかこれ？すごいお似合いですよ。丈の長めのゆったりしてるので、中に丈の長いものでしたり、確かに、はい、あのワンピースで合わせていただいたり、デニムで合わせていただいても素敵です。可愛い。はい、じゃあこちらも検討します。はい、というわけでこれで全て2万円分のコーデ組み終わりました。じゃあちょっと今から早速試着室でね、ちょっと着して。あの試し着して実際にね全部着て紹介したいと思います。こんな感じどうですか？はい、というわけで着てみたらこんな感じです。どうですかこれ、超良くない？なんかさ、普段とはさちょっと違ったコーデなんですけど、うち的にねすごい気に入っちゃいましたね。ちょっと大人っぽい感じの落ち着いた感じのファッションですね。まずこちらカバンはですね、これヘビの鱗っぽい柄のショルダーバッグですね。全体的に黒い感じです。でこれね、ここが開けるとこういう感じで開いてね、なんかめっちゃ使いやすそうですね。で逆の方も開きます。こんな感じで多分ね両方開きます。はい、超いい。でスクエア型のバッグでめっちゃシンプルな感じで可愛いです。でこれの真っ黒いバージョンとかもあったんですけど、このヘビ柄がすごい可愛くて、ね、これにしました。で次このトップスがセットアップになってて、これがねこの別で使い回すこともできてめっちゃ可愛いんですよ。グリーンでちょっとなんかピスタチオっぽい色ですね。はい、可愛い。こういう色めっちゃ好きなんですよね。でこんな感じでただの白じゃなくてちょっとベージュがかった感じの白っぽい感じで超可愛いです。中は普通に丸い襟でちょこっと見える感じですね。で今年ねベスト流行ってるんで、ベストだけでも使えるし、すごいね着回しができそうです。でこのズボン、下がめっちゃうちこれお気に入りで、ここのねひらひらした感じで、ここがねレースになってるんで、スースーっていうかスースーするんですよ。スースーっていうかスースーするんですよ。すごい。ですごいね緩い感じのニットっぽい感じになってて、すごいね柔らかくって動きやすいしね、気持ちいいです。なんかニットパンツ今年流行ってるみたいですね。ちょっとあーわーって感じですけど。で靴はこれ超か、うちねずっと白系のねブーツが欲しくって、でこれめっちゃ可愛いの、このシンプルな感じ、これね。でこれはねオフホワイトっぽい感じの色ですね。でこれ黒とね2色あったんですけど、白にしました。オフホワイトにしました。ブーツなんだけど、あのオフホワイトなので春とかでも全然履けちゃいますね。超可愛い、こんな感じ。はい、というわけで今回はみなとみらい東急スクエアにオープンしたアズールバイマウジーさんで、ご予算2万円で私ももかがコーデを組んでみました。いかがだったでしょうか？もう本当にでも普通に本当にやっぱり日本一ってだけあって超絶広くて、すごいねいろんなね服があってすごい楽しかったです。本当あっという間に時間経っちゃって、もうこれ1日何時間でも見れちゃいます。ぜひみなとみらいへお越しの際はこちらの首都圏最大の売り場面積アズールバイマウジーさんでお買い物してみてはいかがでしょうか。私ももかはこのファッション気に入りすぎて、もう明日から着そうです、ね、私もガチでお買い物して帰りたいと思います。それでは皆さんバイバーイ。ちょっと見てきます。 Why do I make things complicated?Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.